さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はおおよそ1000円でできるフラワーアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。今日使うのは、はい、こちらのね、このトルコキキョウです。だいたい店頭価格で、このぐらいのトルコキキョウだと600円から800円ぐらいなんじゃないかと思います。なので、まあ、これを1本使って、あとフィラーフラワーを使って葉物を1枚ぐらい使うとだいたい1000円ぐらいなんですね。だから、まあ、そのくらいの花材でできる小さいアレンジメントを作っていきます。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、今日はね、こちらの器にアレンジをしていきます。まずはここの面取りをしましょう。特に今回のアレンジは小さいので、面取りをすることによって無駄な葉っぱをの使用を防ぐことができます。そしたら今回は、まあ、このナルコの葉っぱとトルコキキョウとこのハイブリッドシーズですね、これを使っていくんですけど、まず花を入れちゃいたくなるじゃないですか。だけど今回はね、この花材が少ない場合は花から入れないんです。まずこのナルコを切り分けます。よく見ててくださいね。こうこのようにこう切り分けていきます。いいですか。はい、そしたらまずこの葉っぱを刺します。その時に、まあ、ナルコの葉っぱをよく整えてね、形を整えてあげてください。そうすることによってアレンジが格段に綺麗になります。はい、このように葉っぱを入れます。そしたらトルコキキョウもこのように1輪ずつにして、ここから刺していきます。はい、刺しました。でね、この時にこのフォームからこの花の頭までの距離が長いと、無駄な葉っぱとか無駄な花がいっぱい入っちゃうんですね。無駄な花というかアレンジが大きくなっちゃうんですよ。だからこの距離、フォームからの距離は花材が少ない場合はなるべく短くします。そしたらこの空いてる場所に今度はハイブリッドチーズを入れていきます。チーズも短く入れていきます。はい、こちらで完成です。ではちょっと正面とか上とかからよく見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。これはね、本当こう1000円くらいで、まあ、1000円か、おおよそ1000円でできるアレンジメントです。ぜひ皆さんもアレンジを作ってみてください。この花を短くすることでかなり日持ちします。なのでお家にね、ちょこっとこうて、このくらいのサイズだったらもうテーブルの上にあったらかなり存在感ありますので、まあ、1000円くらいでね、出してお家に自分で作ってみれば、すごくこう存在感のある素敵なアレンジメントが常にできると思います。なのでぜひいろいろと花材を変えて試してみてください。またね、フラワー TV でも、まあ、こういうリーズナブルにできるアレンジメントをどんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひご視聴ください。ではね、また次回お会いしましょう。 See you next time.